えー、皆さん、こんにちは。名古屋産業大学の瀬川です。今日は自宅からお送りします、えー。テーマは地球温暖化に関連してお届けしている、えー、半数動物由来のメタンガス対策、えー、メタンガス削減対策ということで、 最新のニュースなんですが、えーまあ、ニ,ュースニュースは12年前に出ていたようなんですがちょっと知り得たのが、えー、3日前4日前でびっくりしたんですが、えーっとあのえー、イギリスですがね、えーっとあのえー、イギリスでどうしてあのメタンガス対策が進まないのかって不思議に思ってたんですが、まあ、そのことが。 ちょっと溶けたような気がしますでえー、っとニュースソースは BBC、えー、ワイヤードっていうメディアですねここに出ておりまして見てびっくりしたんですねまあ簡単に言うと、えー、牛にあのマスクをつけましてねまあ、マスクって言ってもあの、えー、コロナのマスクじゃなくてまあ要するに口の周辺にこう。 て、えー、てましてねで別なところにまあちょっとこの機械を取り付けてまあマスクですかねガスマスクみたいなもので,でこれをですねえー、っとゼ e r u という会社が開発をしまして、えー、イギリスを拠点にするスタートアップゼロプというのがありまして。 こここが開発したとということですまあ、あの牛用のマスクメタンガスメタン牛マスクで洗濯をすると出てきますのでえ詳しいことはそちらを参考にしてください。えっとフランシスコとパトリシオのノリス兄弟が立ち上げた企業ということでこれ私以前に知ってましてね、えーあの イギリスチャールズ国王からアイデア賞としてなんか表彰されたということを知っていたんですね、えー、でもそれなんか学生のアイデア賞みたいなもんだと思ってたんですが、えー、それが実は実は本気でしてですねゼルプという会社を立ち上げてメタンガスをまあ40%ぐらい削減するマスクを作ったんだということでございます。でこれはは販売はちょっと別な あの会社でございまして大々的に市場等にすることが決まったようでございますね。はいで詳しいことはあのワイヤードとか朝日新聞に出ておりますので、えー、ちょっとその牛の、えー、マスクの写真を見ながらちょっとお話をしてみたいと思います。えー、牛のメタン ガス対策半数動物のメタンガス対策は大体化学物質やカギケのりのような海藻ですねその他植物由来のもの例えばカシューナッツとかコーヒー,、えー、ー,ヒーの,あの絞りカスですねカス出ますよねあれとかですねまあ大体、あのー、そうですねあ,のあとあと化学物質で言えば脂肪酸カルシウムと、まあ、こんなものが大体主流になっていまして。 要するに牛があの毎日食べる飼料に添加物としてそれを入れてまあカギ系ののりの場合は90%以上削減すると、まあ、あのカシュナッツでいきますと40%ぐらいですかねですから40からまあ90ぐらいの間で削減できる食品牛の半数動物の食品添加物という形で主流。 になっていたわけですがマスクという手があったかと <laughs> でこれちょっとまああの資料ご覧になる,なるといいと思うんですけれどもねえメタンをあの要するに酸化してえ水と二酸化炭素に分解しちゃうということなんです、まあ水はそのままあのどうするんですかね捨てればいい話でえ出た二酸化炭素がこれ温室効果ガスなんでどうするのかなというのはちょっと疑問なんですがまああの 二酸化炭素の、えー、25倍の威力を持つメタンが削除できて二酸化炭素に変わるわけですから牧場の木や草が吸ってくれると、まあ、こういう理屈なんでしょうかちょっとここは分かりませんね。えー、で、まあ、出た二酸化炭素を今度逆の酸化じゃなくてあの何ですかね逆の プロセスでメタンを作って発電にするということもできるんですがそこまではちょっと書いてございませんのでねまあしかし、えー、食品添加物以外のやり方でつまりマスクで、えー、半数動物の、えー、メタンがかなり除去できるということになってきますとこれはちょっと、えー、食品添加物系のスタートアップにとっては。 どううなんだろうとかなり脅威だろうと思ってわざわざあのちょっとお話をしているわけですが皆さん方はいかがでございましょうか何か提案がございましたらお聞かせいただければねありがたいと思うわけなんですがえっとそれでまだ本格的な商業販売ではなくてまあ実験販売ということでえっとこれイギリスの会社ですがアメリカで何か実験販売あるようですね。ええ でこれを開発した人はアルゼンチン出身でなんかかなり大きな牧場の,あの家に生まれたらしくて、えー、イギリスのデザインデザイン工学ですかねそこを出てまだ30代ですがスタートアップを立ち上げたということでございますね。で販売は別会社ということでこれは世界中に販売も,も持っておりますからいかがでございましょうか。私があの牧場主 でしたら例えばルミナに、えーえー、出光興産が開発したルミナップですか、えー、長い間与え続けてもし,もしものことが牛にあったらというふうに危惧される方もいらっしゃるようなんでマスクならねこれやってみようかなというところも出てくるんじゃないでしょうか。でマスクで、えー、メタンが削減されてそれをカーボンクレジットでこう現金化するということが できればね牛は痛くもかゆくもないわけですから進んでいくんじゃないだろうかとそうなってきますとこれまでに積み,積み上げてきたカギケのりやその他カシュナッツ、えー、いろんな方法で、はい、やっていた添加物え要するに飼料会社が大打撃を受けるという、えー、ことにもなりかねない。 えー、いかがでございましょうかね。はいで、価格は実験販売で8800円だそうでございます。で、えっとまあ、それがあの1年間使えるのかどうか分かりませんが、まあ、1年間使えるとして、牛は1年間に1トンの二酸化炭素換算で出すと二酸化炭素1トン1トン1万円ということですからえ。牛とに。 8800円かかるとし,して。え、でも1200円お追加来るということになるわけでございますね。はいで、これがカーボンクレジットで認められれば。えー、っとあのー、カーボンクレジットってこう相場がありますのでね。ね j クレジットじゃなくて、あのもっと別なものを使えばね。 相場でがっと上がるということもございますので牧場経営者がやってみようかなというインセンティブにもなるんじゃないかと思いまして、はいえー、素人的,的な考えなんですがあの非飼料添加物系のマスクという,うものがこ,の、えー、ここへ来て急に出てきた背景には、まあ、販売体制が整ったということがあるんでございましょうね。はいこの 脱メタン、うんうん、飼料添加物戦線に割って入るということでございましてねこれは大変なことだということで締めくくりはえっと何でしねこのえーえー、まあ牛も苦し,苦しいっていうかうとしいでしょうねこれマスクつけるとねでもまあ牛や馬って何かつけられても別に。 平気ではございませんか。これをメス氏につけるとですね、まあ、ちょっと言いにくいんですがメスのまあ何て言いますかねあの、うんまあ、ちょっと受け入れ体制のようなものが出るらしいんですね。でそれはどうやってその機械の中にど,どういうふうに仕組まれているのかねちょっと分かりませんが乳牛を なんかあの対象にしていいるようでございますね、はい、やっぱりカギケノリやいろんな物質を与えるともしかして牛に変な病気がね発生したらこれ大変ですからまあマスクならね病気にはならないんで,でしかもあのメスの牛にとってはオスを迎え入れるのに非常にいいんだというようなこともございましてね。ア、はいまあ、アイデアなんですがせっかくマスクを つけけさせるわけでございますからねちょっといい音楽でも流してねベートーベンとかモ,モーツァルトとか流,流してやってあれ乳牛、えー、って音楽聴かせるといいんですか知りませんけどあのなんかいい音楽を別に、えー、マスクから流れなくたっていいわけですけどねなんかそういうあの牛に優しい使い方それとあと遠隔操作でね えー、メタンがあこれぐらい除去できたよとね、えー、じゃあまあ外していいよとかね、まあ、あの外すのにもまあ大変苦労でしょうけれどもあの効果が出た出たというそれをデータを蓄積して例えば例えばニュージーランドやオーストラリアの方ですと監督官庁の方に連絡をするとねいうことになればこれは本当にあの牧場の事務所にいながらね牛のメタン削減効果が別に。 測る必要もないわけですからできるというようよな、はい、でこれを開発するのはえどういう会社になるんでしょうかね通信会社になりますかどういう会社になりますかそういう会社が別途立ち上がるという、はい、あのマスク製造メーカーに対してそれを、まあ、あの利用するアプリケーション会社が別途立ち上がってくるかなと思ったりしていやもうそういうこと込み,込みだよというふうに。 なことも、えー、あるんじゃないいかと思いますがあのメディアからの情報なんであまりあのちょっと詳しいことはあの知り得ておりませんが、えー、まあそういうことでございましてねこれは大変だということですが皆様方はいかがでしょうかそんな大変じゃないよと別にそんなものはあの売れないよというふうになるのかいやそれは大変だと思いになるのかあるいはど,どういうふうに。 日本に展開してきた場合にですねこれ世界中に販売も持っておりますからどうしたらいいのかですね農林水産省以外の方で <laughs> あのお詳しい方はご意見をいただければ幸いかと思うのですがいかがでございましょうか。